う時に視線を感じるの？何気ない日常のふとした瞬間っすね。野犬と命のやり取りをしている時とか。いきなり日常の定義が崩壊したけど。例えば通学中とか。あれから5日、未だに誰かに見られてる気がする。え、それストーカーじゃない？俺にっすか？せーの。でもそんなんじゃダメ、もうそんなんじゃほら、心は進化するよ、もっともっと。あ、もしかしてエイジ君に告白したい女子だったりして。めっちゃ可愛い子だったらどうするの？ひょっとしてハイゴレーってやつじゃない？ハイゴレーだとしたら、おれこそこそしてねえで面見せやがれ。これでどうだ、俺のバッグ取らせねえぞって出会ったくらが。エイジ君好みの黒髪ロング色白系美女でも。やわだな。エイちゃんは告白されたらどうするの？ば、お前そんな、いきなりの告白なんて断るに決まってんだろう。にやけてんじゃん。男がぶつじま、女の告白なんぞににやつくほどやわじゃないんでよろしく。じゃあもしも私が、おお、おい、ナナコ。どれどれどれ。そんなんじゃやだ、ねえそんなんじゃまだ、私のこと見ててね、ずっとずっと。